多摩美術大学図書館の言語と美術コレクションは美術としての本という新しい分類形態を設けて2017年に創始されましたいくつかの角度から解説いたしますこの回は数ある河原音コレクションの中から入門しやすいものをピックアップします前提として河原音の中心テーマは 美術としての本を深めた概念としての本であることを意識してくださいまず多摩美術大学図書館が制作した河原音コレクション目録をぜひ最初に開いてください図書館のホームページではこの目録の電子版をどなたでも閲覧することができます河原音コレクションの中には 作家自身が重要だと指定した31の本が全て揃っています。またリーディングの形で展開したワンミリオンイヤーズの CD は現在のところ302枚全てが揃っています。1959年に日本を出てメキシコへ向かった作家はその後パリからニューヨークへと移りながら新しい芸術を模索します。この本には トゥデイシリーズの開始に至る試行錯誤の跡がくっきりと読み取れますこの本にはある一日の作業台の上でのデイトペインティングの制作過程が連続写真で見られます作家が自身に課したルールが分かりますつまりその日のうちに描き上げなければならないというルールですこれは1995年までの作品の全体像と 多様な批評家たちによる河原音論と、様々な展覧会記録の修正版です。東京都現代美術館での全体と部分展の図録は、この本の日本語版でもあります。本が美術作品であるという典型の一つが、このコードです。箱の中には暗号のシートが詰まっています。数学者で詩人のジャック・ルーボーとの共作、ほぼ入手不可能なものを、 河原音財団からご寄贈をいたただきました1968年から並行して継続したシリーズは三部作すなわちトリロジーと呼ばれています I got up, I went, I met ですはがきやシートの作品はこのような堅牢な本として木箱に収まりましたトリロジーのうちの「IWENT」です造本設計は河原恩自身によるものですが 実際の制作には精密なアーティストブック作りで名高いブリュッセルの版元三ディディ部作のすべてのページは多摩美術大学図書館によりスキャンされ1968年の作品群を皮切りに2023年から順次瓦音財団監修のデータベースとして 公開されていく予定です。200万年分の年号を印刷した聖書サイズのワンミリオンイヤーズは2巻本です。これも瓦音設計ミシェルリディア制作のアーティストブックです。紙の剪定から組版まで最高の技術で作られています。アイレッドのシリーズは today の箱の中に入れられた新聞紙と連関します。その日の記事と。 それを読んだ痕跡大きな本です没後の出版となりましたが作家の意図は正確に反映され実現されているようですピュア・コンシャスネスは幼稚園の部屋の壁の高いところにデイトペインティングをかけ子供たちにそれと意識させないように見せるという展示です世界各地を巡回する展覧会は作家の死後も続いています 1959年に日本を離れた河原恩ですが日本時代の作品もとても重要です竹橋の国立近代美術館には浴室物置小屋の中の出来事など20代の傑作が収蔵されていて折に触れ展示されていますこの本は1950年代の戦後日本社会戦後美術の中からどのようにして河原恩が出現したかを知る上で 重要ですたくさんの作品図鑑が入りまた横山忠さんの解説は大変丁寧なもので貴重です目録の最後には日本時代のさまざまな資料についての説明があります概念としての本を最大のテーマにした「瓦音」世界においても日本においてもいかに重要な存在であるか是非探求してみてください